おはようございます。画家の小木曽です。第96回の鬼好評を始めたいと思います。この鬼好評は、私が、まあ、審査員とかをした際に、こう思ってますよ、こういうとこ評価しますよということをダラダラと喋る企画でございます。今日6本撮りなので3時、15分でございますが、ちょっとテンション下げながら行きたいと思います。いつも途中でカーとなるという鬼が本当に出てくるということが起こりますけども、少しこうテンションを下げ目でいかないと、あと4本撮ろうと思います。で、一応100回以降も続けていこうと思いますので、皆さんいい作品頑張って書いた作品を送ってください。まあ時間をかけたからいいというわけではないんですが、カルチャーセンターとかで何時間書いて、はい見てくださいとか言うと突然怒り出したりしますので、それをもうちょっとこうしてああして、でもこの辺がちょっとうまくいかないんですけどとか言うのだったらわかるんですけどもね、なんかこうなんですかねまあやめましょう。初めて送ってみたいという方にはぜひこれを見といてください。で、優しく言うてくれっていう人には優しく言います。なんかダラダラとなんか文句言われたらこっちも文句言い返しますので、覚悟しておいてください。私のしっちゃこっちゃありませんので。じゃあ早速行きたいと思います。こちらの作品です。わー出ました、タガメ。皆さん知ってますか、こうタガメ。タガメってもう絶滅危惧種じゃないですか。私実は見たことないんですよ。タガメを探していました、子供の頃。水の中ではタガメを探し、森の中ではオオクワガタを探しという少年でございました。平田クワガタとオオクワガタを よく間違うんですよね。こう穴の中にいて、うわー角だけが見えて、うわめっちゃでかい大桑やとか言うて、で今はねほんと寂しいもんですよね。何ですか、ホームセンターとか行ったらどこどこ海外のでかいなんとかカブトムシとか、あれ大丈夫なんですか。なんかこう日本中にいつかミシシッピ赤耳ガメ、いわゆる緑ガメのように、繁殖しまくるんじゃないかという危惧をしております。やっぱりああいうのは万博記念館、僕は大阪に住んでいた時に大阪の吹田ですかに万博公園ってありますよね。あそこのとこにそういう、こう世界のカブトムシ展っていうのを見に行ったことを小学校1年生か2年生の時よう覚えてます。ヘラクレスオオカブトとかね。でそういうものがやっぱり見た時の感動、これはタガメですもんね。僕もタガメは見てないですね。タイコウチっていう 細いやついますよね。水カマキリとタイコウチとタガメ、タガメが最上ランク、その次ぐらいにタイコウチ、タイコウチって言いましたっけ、あれがオタマジャクシャガバが食うんですよね。チーチューとするんですよね。あれ感動的ですよね。この作品すごくこうね、書いてありますよ。奇跡的にモチーフを探してたら、田植えでタガメを見つけましたということで、すごいですね。どこの方だろうね。わー、すごいなと思います。グレーズフマートスパッタリングウムヌンカンヌンで、F4 号。ホルベインの24色のガッシュ、仕上げにパステルと。まあ、率直に言うとこの周りいらないんじゃないかなと思いました。僕やったらタガメ一本勝負で行くかなと。で、タガメももう相当アップで撮ってみて、顔のところとか、真上からすごくこう、なんていうか、資料的にバシッと写真かなんか撮ってみるとか、いろんなパターンで2、3日だけ彼と一緒に生活を僕は共にするんじゃないかなっていうぐらい、で2、3日したら絶滅危惧種かなんかで多分、ね、また世に返すと思うんですけども、いやー、するかなと。持ってこれ周り邪魔してんじゃうかなっていうのがまず一つですね。パステルもなんかこうもっともっとね、細かくグググッと迫真に迫るような書き込みでよかったんじゃないかな。周りが特にうっさくてもったいないなという、周りは周りでこう抽象画的なね、花のような感じがいいんですけども、せっかくこんなん見つけたらそのもうインパクトを僕は絵にするけどなと思いますけどね。周りがこんな状況だったって誰も知らないわけじゃないですか。いや、ちょっと熱く、タガメとかに対しては熱くなってしまいますので、すみません。私、本当に子供の頃、駄菓子屋さん、まことっていう僕と同じ名前の駄菓子屋さんがあって、そこに、コクワガタを持っていくと、50円かなんかで買い取ってくれて、小学校1年生、2年生の時の小遣いって、小学校2年生で200円とか300円とかそんなもん
だったじゃないですか、昭和って。そう、まあ、そんなんでジャンプとか買ったら飛んでいくんですけど、だから兄とジャンプを折半して85円ずつで買ったりとかしてたんですけど、で、それと50円で買い取ってくれるんですよ。で、次の日行ったら自分が取ったコクワガタが100円で売られてるという、アコギな商売をし、はい、じゃあ次の作品ぜひ、もっとシンプルでよかったんじゃないでしょうか。佐賀牛が少し重くなってきて腹見て書いてるのはそういうことです。ね、もう佐賀牛はじめの頃あの油がふわっと溶けるように、今はもうやっぱりシンプルに肉の赤身が一番美味しくなってきたということを言いたくてこれただ書きました。はい、次こちらの作品です。これも前回滝の絵を出してあまりいい評価をいただけませんでしたので再度挑戦しましたと。なぜ評価を得られなかったか分かりました？まず写真の撮り方、こういう肘型になっているやつです。多分皆さんも見返したら分かると思うんですけども、写真の撮り方が悪いのとピンボケだったから評価ができないと言ったんです。あれはもう見えないんですね。で、今回は絵画教室に通って1年目の作品になりますと。ん？どういうことだ？ F6 の油絵ですと。これ何ですか？これ何を書い、すみませんね。もう本当にもう本当にですけど。これ何ですか？猫の置物が壺に寄りかかってるんですか？それともこれ、猫の置物までくっついてるんですか？これ何ですか？何回何ですかっていうの。評価してもらいたいならば、この絵なんで描いたのかが絵から伝わってこないと評価できないと思います。多分万人がそうやと思いますけども、例えばこの器がめっちゃ綺麗やったっていうのを伝えるためにこういう背景の色にしました、マチエルにしましたとか、こういうツヤのこれのがとか、こういう絵柄が面白かったからこう描いたんですっていうのが伝わってきた時に私はいいですよっていうふうに評価するわけじゃないですか。だから滝描きました、どうですか、写真悪いし画像見えへんしってなりますし、これも、どうですか、評価してください。これ猫の置物何が面白くて描いたの、せめて文章で描いてメールにも書いてあったらいいんですけども、その辺も書いてないから、その評価多分見てはる人みんなできますか、ね、私には。色すごい綺麗です、めっちゃ色綺麗じゃないですか、赤とこの緑の響き合い、これ悪くないと思いますよぐらいかなってなってしまいます。目的をちゃんと自分で持ってみられてはどうですか。これは何で描こうと思ったんですか。絵画教室に通っていて、そこで出されたモチーフですでいいですか。それだけだったらなかなか評価って難しくなってきます。皆さんそれぞれに、ね、前の方はじゃあモチーフを探しに行ったらタガメが見つかったとか、どこどこに何か見に行ったらこういうところがありました、ね、絵画教室で描いた絵もちろん送ってきていただいていいんですけども、二重評価になってくるとその絵画教室でも多分評価されてると思うし、私にも評価されてね、あの人はこういう歌のに、この人、おぎそはこんな風に言うた、おぎそクソだってなってしまうわけじゃないですか。だからちょっとその辺は自分が何を伝えたいかっていうのを少し考えられてみてください。次の作品こちらです。73回はぼーっとした写真の滝。この方も滝をぼーっとした写真を送ってきたんですね。面白くない猫。あ、確かに普通の猫、この間来ましたね。今回は近くの港の物置にある古いガラス玉に心惹かれて描いてみましたと。マグロ船で使用されていた本物です。これは確かに今回の一番いいですね。過ぎて置いていく寂しさも感じられました。物置の薄明かりの雰囲気が出せたらいいんですが、空気感が出てないですね、雑ですねと言われそうです。絵を通して何を伝えていきたいのか、今の私には大きな課題ですと。自然や日々の生活の中に美を見つけることも先生に教えていただきました。鬼公表が一応終わってしまわない予定でございます。明日の自分は今日より少し成長していたら嬉しいですということですね。油絵歴3年素人ですが、気持ちはプロで頑張っていこうと思ってますということですね。あ、和歌山の方ですか。ほう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 。今までの中では一番なんかこう面白い、テーマというか、見つけて書かれましたね。いいと思いますよ。青色に関してもう少しこう、
混色するか絵の具を重ねながら深みを目指出されていってもいいかなと思います。でちょっと課題として前回の猫の方がマチエルはついていました。で今回の方は少し絵肌みたいなのが少し弱いのでそれがうまく重なり合ってきてこのテーマで描けてきたらもっともっといいのになっていう気がします。ちょっと絵肌みたいなのが弱くなってしまって世界観みたいなのはこっちの方が圧倒的にいいです。だからその辺がうまくこう合致してくる時が来ると思います。でそのあたりを目指してなんかこう書こうとしているもの探しているものとかっていうのとかそうなってくると自分が着眼点みたいなのがこの方自身に、その人しか持っていないものというのが繰り返し続けていくことによって何か生まれてきます。でまあ本当にたまにありますよね。ただ書けただ書けっていうような人とかなんかあったりしますけど僕は目的のない努力っていうのは無駄になるだけやと思っているタイプなんでやっぱりこうこの方のようにそうちょっとずつステップアップしながらでも前良かったところが今回なくなってしまってよでも前なかった部分が今回出てますよっていうところのいろいろ抽出をしながらちょっと絵肌みたいなのを少し絵の具という物質を使って描くことによってそのモチーフの持ってる存在みたいなのに絵の具が物質が変わっていくということが起こり得ますので、ぜひそういったところにチャレンジされてみてはどうでしょうか。次の作品こちらです。これなかなかチャーミングな作品ですね。ヨーロッパの建物、7年前にフランス旅行に行った時に、ホテルのそばに、パブの雰囲気が良かったので慌てて写真を撮ったものをモットーに描きましたと。最近は描きたいと思う画題が見つからず画像検索で見つけたものを参考に描いていましたが私の指摘もあって、毎日と描いたことのあるモチーフですが著作権の問題のない自分で撮ったもの写真を元に描いていますと。旅行した6月のフランスは10時頃でもまだ明るくしかし影はないので不自然に見えるかもしれません。好評の出品にはあまり出てこないモチーフです。いやいやこれすごくいいと思いますよ。すごくこう平面的なんですけどそれはそれでなんか面白いと思いますし、うわ今すぐ出てこないですね。作家キスリングでしたっけ。キスリングあたりの作品とか見られても面白いのかなという感じがします。なんかもうちょっとこう夜感があってもいいですよね。確かにね、そんなにこう陰影っていうのはなくてもなんかあまりにも地面が光々と明るいから思いっきり光のような気がして左上の方の世界観と右下の方の世界観のが少し分かれてしまったような気がしますね。なんか確かにそう面白いですね。色もすごい綺麗ですし丁寧に描かれています。だからちょっとこう古い写真とかを漁って描くようなことに皆さんなってくるかもしれませんがぜひ頑張って見られてみてください。ちょっと右下の写真方まで、気持ちの緊張感がいかなかったかなというところが若干残念だなという気がします。これは本当に画面中にすごくこう愛を感じる、そして色の赤い色をこう画面の中でアクセントとして全体としては緑がすごく多い作品なんですけどもグッ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 と引き締めている赤い色というのが非常に画面で効いている作品だと思いますよ。うん、ぜひこの調子でなんか向こうの真っ白いような地面ってありましたっけ。なんかヨーロッパとかパリとかなんかあんまイメージが湧かないんですけども何かこう、まあ、タイル石畳的になっているかなんかこうほんと下の方とか右下とかっていうのがちょっと惜しいかなっていう感じがもったいない気がします。すごくいい作品だと思います。こういう作品も全然こういうのはダメですかっていうのは全くなくて本当にもう不意をついて、ぜひ送ってきてくれたらと思います。次の作品はこちらです。魔外物仏崖仏6回目のご指導お願いします。80歳、アクリル瓦礫20年。鬼本公表を見てから朝食を取ることが私たち夫婦の日課となっております。本当にこんなイライラしてたりしても大丈夫なんですか。もうよくわからないですけどもうそれで行きますよ。もう本当にもう本当鬼で行きますけどもたまにだからね本当にこう呼んでてこの方なんか全然問題ないですよ。でもねなんかね何書いてるんやろうなっていうのをまあね4年ほど前に夫婦で
大分の佐賀関、あ、関サバですね、関サバを食べた帰りに国東半島の、熊野マガ仏、マガイ仏に、あ、こうなるんですね、近くの駐車場から鬼の階段と言われる100段の自然の、自然石を組んだ階段を上り、高さ8メートルの不動明王と出会いました。圧倒的な重量感と信仰の深さを感じました。私としては初めて、シェル極小を使用することを考えました。80歳、すごいですね。3号、あ、これでも8メートルに見えないんだ、すみません。お食事中間お食事前になんやろうな、これ多分ね、岩じゃないですよ、上でしょ、上のこの山々とプラスその空のとこでしょ、ここのところがこうやってわーっと抜けていく感じに見えないから、なんか、1メーター50ぐらいのね、私身長196センチあるんでこのぐらいかな、あのものに見えてしまうんじゃないかな。空の抜け方もったいないな。まあ確かにこう小さい作品3号ということなんで、小さい作品にスケールの大きなものを描こうとなってきた時に、やっぱりこう抜け感みたいなのを描くのって難しいんですけども、そこがこれ今回のどっちかというとシェルマチエルとかよりもそっちの方だったかな。背景の白さというのは悪くないんですけども、 こんもりした山というのにもう少し深みとかが出てきながら奥に抜けていくようなのが描けていたり、この岩と土かなのところですか、緑ので、そういうところの描き分けみたいなのがもうちょっとできていると、質感みたいな描き分けができて、プラス、例えば上の緑の中の濃いところの色の変化、微妙な変化みたいなのがふっと抜けていくようなのが描けていたら、もっともっといいかなというふうに思います。まあちょっとこう欲張りすぎてしまったかなというような感じがいたします。まあ、佐賀牛が少し重くなってきて、ハラミということは、なんかそういうことかなと。すいません、これ適当に書いてますけどね。なんとなくこの辺に来るっていうのがないと、真っ白の壁って結構難しいですね。だからこんな適当に貼ってます。はい、次の作品、この方、久しぶりっていうか、一周空いたぐらいですかね。久しぶり。公園に生えていたガジュマルということで、これ今回いいですね。あれですね。電気会社の名前と、ジャイアンツの会長さんのお名前が合体された方ですね。そろそろ鬼公表終わろうかなと。まあ終わろうかなっていうか、もう3時半ですからね。3本目ですけどね。まあ、ボランティア精神ですね。先生のご負担を少しでも軽減すること、応募する人は十分時間をかけて、そうですね、そこが僕はありがたいかなというかですね、なんかね、この方は多分そういうのを考えてくださってるなという感じで、まあ月末に10から15点ほど作品を選ぶとかどうですかとかっていうご意見いただきました。まあ今まで通りのちょっとスタイルでやっていこうと思います。いいですね、これ平面的なんですけど、ぐちゃぐちゃぐちゃとして、僕逆にこれはすごく面白いと思いますよ。なんか東山海かなんかのこう水辺のところの湖のところに木があって水があっての逆版みたいな感じで、すごくこう本当にも生命力あるようなうわーっとした感じが平面的に描かれていては、これなかなか今回の作品素晴らしいと思いますよ。何号かなっていうことは分かりませんけどね、非常にいいです。あんまり言うことがないぐらい、僕これパッと見た時に、いや頑張ってくれたっていう87歳の方ですもんね。これぐらい描けるんですね。僕もなんか勇気もらいました。もう65歳ぐらいで絵描き引退しようと本当に思ってたりしたんですけどね。今うちの庭のかぼちゃがすごく大きく育ってきているんですけども、やっぱりね、本当に農業って真剣に勉強した方がいいですね。適当にやっているんですけども、ちゃんと本読んでやりたいなと思います。そして私もいつか庭にガジュマルを植えたいと思います。ジョークです。すごくいいです。ほんと言うことないから変な話をダラダラしております。どこかな。いや本当にこうなんかこう、白い額縁かなんかに、まあ黒でもいいですね、何にもないシンプルな額縁かなんかにポンと置いて、で本当にもう玄関かなんかに置いたら、すごくシャープな家にも合いそうな、洋風な家にも合いそうな、それでもなんか家の中に一つの窓みたいなのができて、すごくこう空間として広がるような、それでいて何か生命感が出てくるような、いい作品だと思います。秀作でございます。珍しく褒めました。
次の作品です。こちらです。これはちょっとこれ高層マンションを一体にした風景を選び描くことにしました。ちょっとすみません、文章が長かったので、制作姿勢としては、熱海海岸の斜面の上に立つ建物を一体にして昼下がりの穏やかな風景を描きたいと思いました。制作にあたっては昼下がりの雰囲気を出そうと思い、日が当たる建物の面や樹木に、木黄土色を混色して描きましたが、昼下がりの情感を感じてもらえるのか心配です、ね。画題としては素直に昼下がりの熱海海岸ということにします。水彩紙ウォーターフォード中目ホワイト8号ブロック透明水彩紙を F8 建物群を描く場合、どの程度詳細に描けばいいのかいつも悩んでいます。死ぬほど描いてくださいもうどのくらいっていう、こう立ち止まることなく全部書いちゃった方がいいと思いますよ。鬼好評をよろしくお願いしますということで、継続を強く切望しますということで、いい作品ですよ。確かにこれよくなんかテレビ番組とかでこのとこ出てきますよね。僕も伊豆ってシャボテン公園かなんかっていうとこ行った記憶ありますけど、もう20年以上前になりますけど、素敵な作品ですね。色がもうすごい綺麗ですし、よくこう窓とかもよく丁寧に描いてあるじゃないですか。これ丁寧に描いてなかったら多分あんまり面白くないけど、逆にこうすごく冷たい冷徹なぐらいに描いているところがすごく好感が持てます。若干この一番高い建物の横のところの緑の濃さがちょっと強すぎたかな、もう少しだけ明るくてもよかったかなという気がいたします。で、木なんかももうちょっと種類がなんか感じながら描けたらもっともっと良くなるのかなという感じが、特に真ん中のこの黄色と緑の響き合ってる木というところが少し粗いかな、惜しいなという気がいたします。なんかこう素敵な、本当になんかいい作品だと思いますよ。一個一個丁寧に描いていて、なんかどのぐらいまで描けばいいかな分からんけど、まあとりあえず今回は全部描いてしまえ、でも先生に聞いてみようっていう感じですけども、とりあえず頑張って描いたから評価できるんだと思いますので、ぜひこの調子で自分にリミットを作らないでください。このぐらいでいいかなと思ったらやっぱこのくらいが出てしまいますし、実は人間ってそこ以上に行こうとしてるうちは進歩しますけども、こんな感じで描けるやと思った瞬間に、じゃあ次もこんな感じで描こうと思ったらそれより以下になります。それを繰り返していくとマンネリと呼ばれるものルーチンになっていくわけですよね。常に、いやもっと8号やったらこれぐらい描けるかな、20号のルーツ描けるかなとか、サムホールでもっとこう描けるかなとか。僕はなんかこうフェルメールの作品のレースを編む女っていう作品があるんですけども、レースを編む女っていうのは実際サムホールぐらいなんですよ。このぐらい、レースを編む女、調べてみてください。ねえ、でもそれでもちっちゃい顔ですよ。だから人間の顔なんてこんなもんなんですけど、とか、わーっと広がりあるとか、レンブラントとかの若い頃の預言者なんとかとかいう作品とか、もう女性の老婆の顔とか、もうほんとこんなんなんですけど、わーっと広がりある空間になってるんですよ。で、そういった作品とかがどこかに頭にあり続けると、このサイズやからこうしようとかっていうことが僕はなるべくないようにしていく。こうとしているんです、私自身はね。例えば、まあ、今から毒吐くんですけども、よくあるのはデパートとかの個展とか会場を見ると、だいたいサムホールとかがどっかのコーナーにあって、バラが1個ずつ書いてあるとかあるんですよ。あれ面白いかなと思って、僕だけですかね。だったらなんかね、いろんな そこら辺の近所のちびっ子たちの顔でも書いてた方が面白いんちゃうかなとか思ってしまう僕だけでしょうかね、わかりません。誰か僕の友達の王くんっていう奈良出身の人がそんなこと言ってました。このぐらいのサイズにバラがわーっと1ブース飾ってあったりすると、展覧会自体がマイナスになってる気がすんねんけどなって思っていると、僕の友人の多くが言っておりました。次の作品に行こうと思います。こちら、あ、元気してますか、攻めてますね、ウィーンの方ですね。この方形良くなってきましたよ。もう本当に初めに比べたらいい人体の形、自分で手ってこうかな、顔ってこうかな、目ってこうかなっていうのをなんとなく脳みその中でキャッチボールが始まってます。お客様が入ってきた際に舌打ちしないように気をつけながら、毎日暇を見つけて少しずつ描きましたということで、カフェ猫をやってらっしゃる方ですね。ヨガ歴6年、分かる人にしか分からないヨガの世界を、ヨガの世界こうなんですか、あ、だから、あ、そっか、
胸のところには体の細胞が光の粒子になって放出されて宇宙全体に散らばり、この後私は宇宙に漂う透明な泉になります。背景にはオムなんとかというサンスクリット語を書きました。あ、そうなんですね。体の部分には色の濃淡で立体表現しようと思いましたが無理でした。宇宙の奥行きも全くうまくいきませんでした。自分のクリップリが素敵だと思います。いいですね。いやー、そうなんですよね。やっぱり海外で、ね、暮らされてる方とかの方がこうね、よく言いますもんね。日本っていうのはどうしてもこうじゃなきゃダメ、こうじゃなきゃダメ、海外とかっていうのは自分はこうだ、自分はこうだっていうのをこうどっちかというと主張していく。で、本当に日本っていうのはどん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 そういう風になっていってしまって、僕はよく言うてるんですけど、今の学生とかはもう平等教育と呼ばれるものの中にもうどっぷりはまってしまったというか、はみ出してしまう子に対してはあいつなんか変よね、変よねって。僕なんか絶対間違いなくへんてこりんな人間だったんですが、今やったら多分学校とかでものすごい生きづらいと思うんですけども、当時は別に知ったこっちゃないわ、知らんわっていう感じで日々自分がやりたいことをやっていたんですが、ね、この方本当に好きなことをやっている、描き方が乱暴でよく絵の具が飛び散りますということで、ペーパーカラー修正液はアクリル絵の具にも使えるのでしょうか、この国にあるかどうか探してみますということで、すごい丁寧ですごいいい仕事になってきましたよ。ちょっとピントがボケているので、あれですけども、ここのところの渦巻きとかもいいし、こうサンスクリット語のこれなんか後ろにうわーっとなってるの面白いですよ。なんかこうこれがヨガの世界ですか。私もヨガをやってみようかなと思います。やりませんが非常に面白い。どん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 半年ぐらいですかね、2月ぐらいから確かこの方出され出して5、6枚出してると思うんですけど、あー成長してきて、また自分のこうとアイデンティティとかや自分の今の実体験みたいなのも入れながら、皆さんも憧れますね。ぜひウィーンに行ったら、あーね、こちらに行って、ぜひ焼酎とか言いましょうね、芋焼酎水割りねって僕言いますので、ぜひいつかよろしくお願いいたします。この調子でやってください。私だったら構成的になんかこう上の方のこの間の空間みたいなのがそうか広がっていく感じだから、これでいいのかな、なんかこうちょっともったいない感じがするんですよね。どうしたらいいかな。髪の毛の隙間隙間にもこのサンスクリット語のなんかが入っててもよかったのかな、地面が見えててもよかったのかな。そうなってくると黒い引き締まりがこうグググググっと他のところにも入ってきたのかな。でも人間の人体の形がすごく良くなってきましたよ。次こちらの方です。いいですね、ぶっ飛んでますね。あ、初代の方ですね、宝塚の乙女様ということで、この方あれですかね、本当にもう宝ジェンヌ、今現役の宝ジェンヌらしいですよ。本当にこう阪急電車通るとガチャってかっていうことをしてるということを聞きました。佐賀には蓮池という地名の蓮池公園があるそうそう、ありますあります。蓮池公園って蓮池公園確かね何にもないんじゃなかったかな、確か何にもない。この間ちびと行った記憶が、あれ蓮池公園かな、ほんと何もないですよね。遊具が端の方にボロボロのもう草の中に、でもすっごいめちゃくちゃ亀がいて、息子とずっとミシシッピ赤耳亀をずっと 見ながらですね、石亀おらんかなって二人で探してましたけども、午後の光に、ハスがの葉っぱが輝いていました。白い雲と青空が映る水面はうまく描けませんでしたと。ぶった切りのハスの茎は気に入ってますが変ですか。いいですよ、このぶった切り感がいいですよ。ボンボンとね、あ、いいと思いますね。確かにそうですね、水面に映っているところまでがうまく表現できたらもっともっと面白かったかもしれませんね。この方は本当になんかこう田んぼのひび割れてるのが面白かったり、今回もハスのなんかハスがポン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 と咲いてる絵は一般的ですけども、なんかこう神戸を垂れて水の方に入っていってる、でもいくつかポットは花が咲いて、これから夏に向かってハスの花が咲いてくるであろうっていう何か雰囲気の両方を描いてるところが面白いんですよね。で、これね、わかりますかね、案外そういう、こう、着眼点の絵っていうのの方が、公募点とかでは強いです。なんかこう、賞レースとかね。要は、なんか本当景勝地とか、寺社仏閣の綺麗なとこだけを描いてるとかって、やっぱ入らないんですよね。でもこの人っていうのは、次の言葉の未来を、感じさせる。
わかりますかね。僕もやっぱ今ハス見てるんですよ。佐賀ってすごいハス、レンコンとかも多くて、今その水張ってレンコンバババッとなってきてたりとか、大学のすぐ近くのとこにハスがわーっとこう今まさに出てきてて、あとね1ヶ月もすればハスの花1ヶ月も経たないうちにバーッと咲き出すんですよね。でそういうのは僕も注目してます。でその前段階みたいなの書いてるところも面白くて、新芽の葉と去年咲いたハスの葉がねっていうこうポイントみたいなのもまたぶった切ってる線みたいな、非常に面白いです。素晴らしい作品だと思います。ちょっと褒めすぎでしょうか。ガチャって言ってますか、阪急電車に向かって。次こちらの作品です。この方は佐賀の方って。鬼工業終わるんですか。もう終わりましょうか皆さん。面白いんかな。もういいんですけどね。滑り込み2回目の出品。あ、そういえば息子さんですね、あの背中がこうゆったりされた息子さんを書いていたと。多良町出身。うわ、1回目故郷のお話ありがとうございます。37歳でなんとか出産、一粒種のぽっちゃり坊ちゃん後ろ姿を描いたね。今回は初めて50号という作品、先日公募展で入選をいただいた。あれですか、今やってるやつですか。僕あれ飾り付け毎回やってるんですよ。飾り付けやってるってすごいでしょ。僕も汗かきながら飾り付け、審査員はもう断ることにしたんですね。もうよく言われたんですよ、なんとか店とかなんかでもこうショート、学生とかがショートったりなんか小木曽君のなんかでしょとか、もうマジでそういうのムカつくっていうか、そんなしょうもないことするわけがないし、なんでそういうしょうもない言葉が出てくるのかなと思って、もう審査員とかはそういう自分の学生とか絡むようなのでは断るようにしたんですね。本当になんかね、もうそういうのやめた方がいいと思いません？もう本当に全部フルフラットでやった方が面白いし、その子のためにもなると思うんですけども、いいですねこの作品。なんか佐賀のヤンキーたちがたむろってる感じがいいですね。なかなか50号、あ、これじゃあもしかしてあれで見れるのかな。カラッとしてて面白いですよ。面白いなと思うんですけど、なんかね、人間の顔はいいんですよね。洋服とか背景も悪くないですよ。洋服かもしれないですね、うん、ちょっと人体ずれてますね。皆さん腰が潰れてる感じがしますね。手が異常に右の人大きかったりしますよね。でもなんか顔の色とかカラッとしてる感じは悪くないですよ。例えば真ん中の人の洋服の明るい色から暗い色までのコントラストが、そこだけ超なんかリアリティを持って見えてきてしまってるんですよ。で他のところってある程度フラットに書いていて、うわっと忘れした、あ、デビッド・ホックニー、デビッド・ホックニーあたりを見られるといいかもしれません。ちょっとデビッド・ホックニー的な感じがするんですけども、真ん中の人の洋服だけ急に写実的になっている。右の人もちょっとそういうとこあるかな。他のところは意外と平面的にベタベタって書いてあるんですけど、そのカラッとしてる感じが良くて、でそのあたりがすごくこうまず明確になってくれば面白いなと思いますし、何かこの場面をまあ写真に撮って絵にしようとしたんでしょうけど、でこれを見た人が何を感じ取ればいいですか。そこがちょっとわからないんですよ。なんかこう例えば顎のところにこうマスクをしながら、あ、酒でも飲んでたら、あ、この子たち今まで一生懸命頑張ってたけど、あのもう我慢限界、マックスで外で酒飲んではるなっていう、これは現代やなっていうのを表してるとかっていうわけでもなさそうですし、マスクも一切ない。そしてこれはなんかセブンイレブンかなんかのコーヒー飲んでると、あ、やんちゃそうに見えながらもあんまやんちゃそうではないという、でそのあたりに何かストーリーとかドラマみたいなのが感じ取れるようになってくると次のステージに行くんですよ。それがショーとかに絡んできたりということにつながってくるわけでございます。第96回は以上でございます。ではチャンネル登録よろしくね。 SNS もやってます。